藤野宗哲さん、それから種市哲平さん、そして紀藤健吾さん、この3人です。それぞれの場所でそれぞれの方々がインスタレーションを作っていらっしゃいます。それから今年はですね、文化庁さんに大変熱い支援をいただきましたので、その結果としまして、オランダのダーン・ローズ・ダーンさん、それからニューヨークのオノヨコさん、こういった方々にも追加でご参加いただくことができるようになりました。ということで大変長いもの、濃いものになっております。そしてまた新しい試みとしましては、六本木交差点の高速道路の下の橋脚ですね。この橋脚をですね、通常はなかなかこういうところに、アートを展開するのは難しいんですけれども、今回初めてですね、許可がおりまして、そこにも壁画が貼り付けてあります。ということで、いろいろな試みをしながら前に進んでおりますけれども、やはり、東京2020年に向けて、この六本木アートナイトは非常に重要なアートのイベントとして、ぜひ盛り上げていきたいというふうに我々は思っております。このイベントが実現するにあたりましては、東京都さん、アーツカウンセル東京、文化庁、それから港区さん、その他もろもろたくさんのですね、団体、そして企業のご支援をいただきました。ここで改めて、中心より御礼を申し上げたいと思います。ということで、2018年の六本木アートナイト、ぜひ皆さんお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、主催者であります東京都を代表いたしまして、東京都知事小池百合子よりご挨拶申し上げます。皆様こんばんは。主催者とご紹介いただきました。はい、主催者でございます。東京都知事小池百合子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。六本木アートナイト2018、一夜限りのということではございますけれども、しかし日本の時間、夜の時間空いている、この夜の時間をもっと豊かにできないか、その大きな課題をこのアートナイト、六本木アートナイトは投げかけていただいているかと思います。東京2020大会までちょうどあと790日となりました。これから一つ一つの会場を準備をすると同時に、これからどんどん機運を高めていかなければなりません。そしてスポーツの祭典というだけでなく、文化を発信するのが次の2020東京大会の大きな役目でございます。日本からの、そして東京からのアート、ぜひ大きな力で発信していくためにも、地球上は24時間時間関係ございませんので、ずっと朝から晩までこの素晴らしい会場をお借りいたしまして、発信をし続けていきたいとこのように考えております。で、今年は、金氏哲平さん、そして紀藤健吾さん、藤野宗哲さんをはじめとする多くのアーティストによるさまざまなアートが、物語を描いてくださるということでございます。間もなくコアタイムが始まるということでございますけれども、どうぞこの一夜をですね、ここで、この六本木アートナイトで過ごしていただいて、アート好きになっていただきたいとこのように思っております。このような素晴らしいアートナイト実現できますのも、多くの皆様方の、アドバイス、そしてご協力あってのことでございます。港区長、そして実行委員も務めていただいている南條さん、南條さんとの付き合いは何年になるんでしょうか。長くならないものでございますけど、いつもいつもやはりアートで輝いておられます。どうぞこの素晴らしい夜を皆さんたっぷりとお楽しみ